中川貨平中川貨平明治30年は、三河国の方た伊賀村出身の実業家。横浜元町に横浜氷会社を設立し、北海道函館市の五稜郭の堀の天然氷、函館氷を切り出し売り出した。横浜開港とともに木浜市、天然氷や洋菓子の販売を始める。1868年、東京での牛鍋屋の第一号となった。 中川屋を開店させる。ほぼ同時並行して天然氷の製氷事業も開拓していった。当時の氷は遠くアメリカ・ボストンからの輸入氷、ボストン氷であり高価なものであった。これの国産化を試みた。まず医療伝導宣教師のジェームス・カーティス・ヘボーンなどの指導を受けて1861年富士山6で試みたが失敗。 有望地を求めて北上するが失敗の連続であった。ついに北海道へ渡り、上磯の有川、現、北都市でも失敗する。1869年に五稜郭を視察、有望と判断し、1870年に開拓しより、堀1万7千坪、7年間の使用計を獲得、翌1871年欠表670トンを切り出し、 箱合氷として商品化に成功した。1890年に五両格外合体を規則が変更されて競争入札になったのをきっかけに亀田郡上山村に製氷地を設けて事業を継続し晩年1896年に北原翔太郎に事業を譲った。1897年東京の越前堀の自宅で亡くなった。彼が作った横浜氷会社は 国内省御用達となり、またその更新が現在の日例となっている。ありがとうございます。